フロラックは、フランス、ラングドックルシオン地域圏、ロゼール圏に、かつて存在したコミューン。2016年1月1日、ラサルプリネと合併し、コミューンルーベルのフロラトロワリビエールとなった。フロラックは、セベンヌ自然公園の中心部、タルノン川沿いにある。タルヌ渓谷の入り口にあたり、メジャン高原及び、セベンヌ山脈のふもとにある。 セベンヌ山脈の変岩、ロゼール山の河口岩、メジャン高原の石灰岩という三つの異なる地質学的交差路にあたる。1926年にマルベジョル軍が廃止されてから、フロラックはロゼール唯一の将軍庁所在地となった。また、カステラーヌ、ラルジャンティエールに次いで国内第三の小さなおごうりとなった。人口およそ2000人ほどの小さな町だが、 夏季には3倍に膨れ上がる。フローラックには国道106号線が通る。北へ向かってタルヌ県へ伸びる106号線がタルノン川沿いを通る。鉄道は1968年に廃止された。最古に街の名として記されたのはフロレクである。最初の要素はラテン語の人名フロレスである。これにガリア語の設備字を組むが付け足された。フロールマイナスは オック語の要素でもあり、フランス語のフルールマイナスと似た進化を遂げた。オック語の話される北部地域では、フルーラックという地名が見られる。教会前の通り線1 3 0年頃、ブリュード近郊のラシェーズビューの修道士たちが、小修道院を創設した。これが、フローラック最古の部分を構成していた。教会の足元にある場所に定住地が生まれ、やがて中世の村になった。 13世紀には、城が築かれたが、ユグノー戦争中に破壊されている。町は、水が満たされた堀で守られていた。1560年、フロラックに最初の新京都のコミュニティが生まれたが、ユグノー戦争で苦しめられることはなかった。なんとの直例以後平和な時期が時々あったが、200年、あまり宗教戦争は続いた。聖バルテルミーの虐殺に続いて、 町はユグノーに奪われ強固に守られていた。1622年、フロラックの城壁の修理が開始された。1652年、フロラック城は古い要塞の敷地内に再建された。この時代の最も印象的なエピソードは1702年から1705年に起きたカミザールの乱である。セベンヌの半島を鎮圧するため、ルイ14世は隆起兵を送り込み、 フロラックに駐留させた。新京都の信仰の自由は、1787年の汎用令まで保障されなかった。フランス革命時代、城は、塩の保管庫にされていた。1810年、城は国家に売却され、刑務所に転用された。19世紀のフロラックは、行政上の中心であり、農業、羊毛産業、絹や牛の交易が行われていた。 19世紀の繁栄後、20世紀の真中住民の都市流出が続き、1970年代に観光業が盛んになるまでは人口が減少傾向にあった。参照もと貸しにいい。ありがとうございます。